くお願いいたします。1週間1週間早いですね。今日も週末金曜日になりました。最近カンフーセン、そして傘のカンフー、ゴンフーサン三ゴンの第2弾やりました。今日はなんと毛巾ゴンタオルのカンフー第2弾やります。なぜならやっぱり雨の日が多い、最近暑くなったし、ね、なので青くためにカンフーセンやりました。どうせ外出るとき傘持ってるから、ね、三ゴンやりました。タオルも必要品ですね。やっぱりこう汗降るときとか雨ってこう濡れた髪と服服とかこう必ずみんなタオル持てるでしょうと思ってタオル使って毛巾ゴン今日一緒にやりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆さん一回見本しますのでまず見てください。はい、動きはファインヨー入ってますので、あと最後ね、ゴンブー、そしてタオルね、毛巾こう押していきますので、上半身のその柔軟性と最後こう背筋とか使いますので、腰あたりのその色質名とか柔軟性すごい鍛えてきますので、無理せず一緒にやっていきますね。はい、まず立ち姿勢、その時はね、このタオルを折って持って左の手に渡して持っていただいて、じゃあ次片手、つまりタオルの片方も持ってますので、そして自分の左の足、体の右に出しながら、はい、大きくまっすぐね、胸の前に出して、その時力は右の手にね、力点入って、顔は右の手の方向見て、足はチャブね、チャブは前も練習しました。前も今日初めて動画見た方は、もしチャープ知りたかったら前の動画見てください。そして次ね、左の手まっすぐして、ここから左の膝もちょっと曲がって、はい、ファインヨーにしていただいて、はい、足横に出しながら両手左の腰の横を通して、はい、ゴンブね、右のゴム、そしてお、じゃ自分のタオルはまっすぐまっすぐなって、両手まっすぐ押して、今はすごい背中以外にビッとまっすぐなってしんどいと思います。頑張ってください。最後は转头正面になります。转头の練習になります。首もね、ひねながら頑張らないといけないですね。はい、じゃあ次閉じながら足戻りますという動きです。ファイヤーも入って、ゴンブという毛巾も入ってるんですね。で、私は今背中むしろ、もしはみ出したらごめんなさいね、見えないので、はい、まず用意していただいて、はい、両手持ってチャブ、はい、じゃあまっすぐして、ファインヨー、足出して、お、はみ出したね、はい、ゴンブ、そして両手出して、はい、顔正面向いて戻ります。はい、という動きです。
じゃあ一緒に3回やっていきます。ゆっくりまず1回目やりますね。はい、立ていただいて、チャープ、ファインヨー、ファインヨーして、はい、足横出して、コンボ、トイモジン、ついて、转头。はい、じゃあ次戻ります。 OK、 2回目いきます。はい、立ていただいて、1、2、3、4、5、6、はい、 OK、 最後一回いきたいと思います。はい、立ていただいて、1、持って、2、3、4、5、6、7、はい、レイ、はい、OK、 3回もやりました。次はゴリなしで最後1回流れますね。はい、はい、はい、 OK、 今日ね、これ終わって、はい、汗拭きましょう。うん、いい感じ。そう、最近は、タオルよく多分使いますので、そのタオル持ってた時、あ、そういえばタオルのカンフね、マオジンね、中国語もちゃんと覚えていただいたら嬉しい。マオジン、マオジン君ちょっとやりましょうかなと思っていただいて、動いていただいたらもうめっちゃ嬉しいです。はい、今日もありがとうございました。また明日、バイバイ。チャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。またね、バイバイ。